はい、皆さんこんにちは、夏でございます。今回はですね、降臨チャレンジにてかラッシュチャレンジに、ヨルズじゃない、ゴッドラッシュが来てまいりました。来ています、ヨルズで攻略っていうかクリアしていきたいと思います。まあ攻略できるほどの安定感はないのでね。パーティーには緑オーディン、カエデ、諸葛亮、ビシュヌということで、フレンドもビシュヌでいきたいと思います。フレンドもヨルズにしてしまうとちょっと火力不足になっちゃうんでね、ビシュヌでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。できればね、オーディンドラゴンが良かったんですけどね。あそこもあの枠ですね、オーデンがいる枠がオーディンドラゴンで済むなら僕はオーディンドラゴンで行きたかったわけですが、まあオーデンにしかかからないと倍率がということで、まあやむを得ずビシュヌでビシュヌじゃない緑オーディンを入れていきたいと思います。ゴッドラッシュです、よろしくお願いいたします。はい、昨日にコンボしてここはせっせせっせと突破しましょうね。擬音がおかしいことで有名な実況者でございます。これでワンパンできました。 OK、 プラス美味しいね。2階がアテナでございます。アテナはまあいっか、目覚めだけ使っといていきましょう。擬音がおかしいプラスよく言葉が詰まるというか、神カムカムレモンな実況者でございます。よろしくお願いします。まあ、ルートは見えてる。こうして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 2上2個入れたかったな。でこれで結構減らなくて半分切って、ストームバニッシャーは痛いんで次は絶対回復しながら行かないといけないんで終わりにしましょう。で時間が欲しかったりここで落ち込んくると困ったり、あー大丈夫、これなら死なないね。次あたり楓使って突破でしょうか。終わりにする、ありがとう。終わりにしてくれるらしいんで、こちらもコンボして回復しつつですね、回復しつつコンボして倒していきます。おっと2コンボじゃない、2コンボじゃないが、これは大丈夫なんであろうか。2コンボ、キャビビビ、目覚めも使っていなかったでございます。ずっずっずっず、あぶねー、危ない、危ない。先生は22601ね、OK、回復消すなよ。よし、全然違う位置に生成されました。しっかり回復して 2A にコンボいきます。なるべくここはもうスキル使わずにね、盾張ってる間に倒したいんですよね。だから目覚めでいっぱい木が盤面に残って、 OKOKOK かな。おー OK ですね、このヘリなら全然いけるでしょうということで、次も 2A 行くんで、はい、ヒークメズということでありがとうございました。倒せるんですか、ちょっとしょぼいですけど OK で、デブが出るとめんどっちってことでよろしくお願いします。 OK、 サートゥーンなんで、ここは1回まず回復をして 2A を組んで、水を消して、まあ一旦こんなもんで様子見てやろうぜ。まあ落ち込んくるのはいいんだけど、やっぱ次の時にさ、盤面に木を確保する面で僕は目覚めを使いたいわけですね。次の盤面で 2A2 コンボね、まああっても組めないようなやつなんですけど、組めないっていうか忘れてるんですよね。 2A を意識しろっていうお話なのに、先に他のコンボ優先するし、目覚め使うの忘れてるし、ビシュですよね。これは際どいな、降ってくることを願います。ほら運ゲー、ほらすでにもうすでに運に頼ってる。降って全然降ってこんじゃん。あーこれヨルズだな、ギョピン、困るんだよそれ。ヨルズ使います、ガチンとロックしといて、これカエデも使った方がいいですが、ロックしちゃったため、あ、でもそもそも対象ではないか。水だけ消えるパターンですね、これ。あまりよろしくないですね、それは。諸葛亮ここで使うと次、ツムツムなんで、木の2コンボでいけるかどうかというところですよね。変えて使ったところで木が、もう1コンボできるわけでもないので、これで頑張るしかないと。頑張りましょう。
そう、見えない、マジで見えない。これどういうこと、はい、もうぐちゃぐちゃ。はい、これ絶対倒せないですね。コシューショーシャマデシュー、ね、いけるんかい、いけるんかい。ちょっと明らかに今倒せるようなヘリではなかったんですけど。はい、こんにちは、おじいちゃん。目覚め使って、まずは多分これ神への冒涜じゃないな。こいつは神だ、おじいちゃん神だ。あれですね、あれを受けないといけない気がするんですよ。信用の眼光を受けるコースだと思うので、次で木が消されなければもうそのままエンハンス使っていきたいんですが、そこんとこどう？ありがとう、倒していきます。嘘です、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。使ったとこで2個、もうちょっと欲しいね、もうちょっと欲しいからちょっと消すね。お邪魔と回復と水消して、落ち込ん頼むぜ。はい消えた、はい消えた、はい回復。これで、ダメだ、もう一個必要だ。目覚めが溜まればいいんだが、溜まらない。こんな時のグングニル。で、ここで、光と、もう本当に落ち込みも発生させたくないんで、こんなもんで、済まして、OK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 、なんもすんなよ、クソじじい。はい、ツイッターの通知。はい、申し訳ありませんね。倒していきましょう。目覚めも使えます。ポツン、はい目覚めていく。消化量 OK、 これはいけるっしょ。あとは6コンボですね。ちょっとぐちゃぐちゃしてるんで不安ではありますが、操作時間はある程度長い方なので、ナッチ頑張ります。この回復を君に届けよう。あぶね、あ、キー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 キまだ終わらんぞ、まだこんなもんで終わらんぞ。諸葛亮あと7ターンか。これは先にヘイストしておくべきじゃったの。どうせ死ぬしええやんと思って諸葛亮後から使ったんですけどね。まあこういうこともあると、パズル&ドラゴンズ楽しくなってまいりました。さあ回復さえ降ってこれば一応殴り合えるようなパーティーではあるんですね。ヨルジさんが開けてくださってるんで、目覚めて、あれこれワンパンしちゃってごめんなさいを狙っていきたいと思います。いや、おとなしく行くべきか、おとなしく行こう。ちょっと冷静になれ、冷静になれ。2コンボしとこうか。ちょっと バインドよろしくないね、バインドよろしくないから、ちょっとこれギリギリ半分行くか行かないかってところで止めていただいて、ありがとう。で夜図で決めろという神からのね、これ報告じゃないけどお告げ。ほらこれ決めれそうな、この木の量頑張りたいと思います。目覚めもあるんでね、落ち込む補正もかかってくることでしょう。しかしパズルが見にくい、しかし見にくい。 OK、 これで倒せたら僕は明日生きていける。お願いします、お願いします、お願いします。よーほほほほい、はい、ということでいけたね。ああ一発でいけたのはでかい。サンドロ、うん、いやいろいろカオスだった。だからですね皆さん、エンハンス使ってさ、スキル全部使っちゃってさ、ミスってさ、コンボ吸収されてさ、あこれ終わったなとか言ってさ、退出せずにまだ希望があるかもしれないということをね、この動画で一人の人でも伝えれたら僕は嬉しいです。以上、ゴッドラッシュをヨルズで挑戦でございました。ご視聴ありがとうございました。